キーパーソンって知ってる？知ってる。聞いたことある。やっぱり知ってるよね。でもゲストで出てなきゃバレないわよ。後でちょっと行ってみましょうか。そろそろらしいな。キャピが楽しみにしてるんだって。ちょっと行ってみようか。面白そうですね。確か下のちょい右の位置のここでしたよね。うん。あ？はい、ナナシ FM の DJ だよ。不定期放送ですが、ナナシ島ナンバーワンの人気番組、キーパーソンが始まります。ヘイ、本日のゲストの紹介です。今日のゲストは、ファース、どうなってんのよ。ゲストが来ないって、もう番組始、呼ぶの忘れてたのね。来ないんじゃなくて。何があったし。ちょっとさっき見に行ったんだけどな。で、こっちじゃなくて、マッポに変わってる。こっちですよね。バックレやがった。バックレ。大変ですな。大変ですね。足跡的な。いたー。なんだ、ポクルちゃんか。元気してる？元気してますよ。いいね、元気で。俺全然ダメっていうか目だよ。聞いただろ、キーパーソンの放送。俺すっかり忘れちゃった。もうなんかすごい張り切ってたじゃないですか。ゲストのキャスティング、もう落ち込みまくりよ。そりゃやばいねって、すごい他人事なんだけど。もともとさ、メットちゃんに頼んでたのよ。ナイスなのかな、どうなのかな。ドタキャンか。仕事熱心なんですね、メットさんは。すごい赤裸々に切り込みたかったんだけどね。プンスカですな。めっちゃそんな参っちゃったね。番組に穴開けるなんて。 B 君のクビになっちゃうよってことですね。メーダーもダメってことですよね。なんか今更ですけど、ゲストに出てキャッピーちゃんにアピールできるチャンスでもあるぞ、ポックル。そうか、ポックルじゃん。ユウがゲストでどうよ。いや、もう決定。君こそスターだ。イエーイ。巻きていくから、スクヨロ。ゲラは500万で。うん、みんな待ってるわけよ。
お、ポックル先生待ってました。了解です。ちょっとその前にハンバーガー買っていいですか？巻きでいきますんでね。ごめん、巻きでいきますねとか言って、ごめん、ちょっと食べる。腹が減っては戦はなんとかとか言いますからね。扉を開けたら DJ ブース、本番しくやろう。よし、頑張っていきましょう。はい、ポックル。さあ、始めるわよ。了解です。行くわよ、OK？ え、ちょっと待って。お、始まった。はい、ガイス。気を取り直して、キーパーソンウェア、します。今日のゲストは OK、 自己紹介は自分でどうぞ。そうですね、ペックルですって。ポックルです。多分これ真面目にやんないとダメなやつだね。キャッピーちゃんびっくりするよね、そりゃ。多分裏でね、裏で500万マネぐらい動いてるよね、絶対。早速ですが、ポックルの最近のマイブームって何？カエルを使えて、これとこれは違いますよね。PB さん、ジギーさんですよね。マネ貯めてます。貯金。貯金じゃないけど。ほう、関心である。採用トランスキーのためにネバーギブアップ。じゃあ、ポックルの今一番欲しいものって何？正直すぎるな。貪欲に行きましょう。またマネ、よっぽど早く大人になりたいんだね。やる気満々ですね。ところで、我が七種島の自慢といえば、これはチョモラン山ですよね。ビンゴー、そう、チョモラン山といえば七種島のシンボルね。でも噴火しないから、Don't worry。 そろそろ気になるポックルの女の子関係を聞いちゃおっかな。ズバリ、ホットな関係といえば誰？すごいね、ここ。バーや入ってる。キャッピーちゃん。お暑いですね。ホットですね。いちいちうるせえなって言ってる。聞こえてるよ、聞こえてるよ。それじゃあ突っ込んじゃうよ。キャッピーのどこに惚れたのかな。家柄とかひどすぎるわ。性格かな。ヒュー、一番言われて嬉しい言葉だよね。正直すぎるわって言ったよね、キャッピー今。キャッピーちゃん。家柄って選んだらどういう反応したんだろうね。残念ながらそろそろキーパーソンは彼の時間です。不定期放送ですが、次回は誰を丸裸にしちゃおうかな。お楽しみに。チャオー、チャオー。お疲れー。ポックルちゃんお疲れ。これで命拾いしたわ。ポックルちゃんのおかげだよ。ドキがムネムネしちゃったよ。どっかで聞いたことあるんですけどね、それ。どっかで聞いたことあるんだけどな、それ。まあ。願い玉が叶え玉になったぞ。光り始めたよ。奉納した方が良さそうね。ってことで行きましょうか。やったね、ポックル。やったやったー。ポックルダンス。この若干間があるとこ好き。ノーマネで悪いけど、これからは七種島 FM 局は顔パスよ。お！
こと一緒に、うん、ご飯行きましょうね。ご飯行きましょうね。飯ってことですよね、指名って。バッチグーとか俺もう、すげえ久しぶりに聞いたんだけど、何年ぶりかに聞いたんだけど。よし。とりあえず、あれですね、奉納しに行きましょうか。あとは、ちょっとキャッピーちゃんにも報告したいよね、いたら。どういう反応を見せてくれるかっていうのも気になるんだけど、いないですね。時間がもうそういう時間かな？いや、そうでもないよね。お部屋にいるかな？お部屋にいればね、ちょっと、あ、カエルそうだ、カエルで思い出したんですけど、どうやら、PB さんのお家にある、なんか壺的なところに、なんか入れることができるらしいんですよ。カエル。まあ、24匹と、めっちゃ持ってるわけなんですけど、まあ、後々まとめて、やろうかなって、思ってるんで、ちょっと気持ち悪いって人は、ちょっと、頑張って画面にモザイクでもかけて、見ていただければなと思います。もうこの辺とかやばいからね。もう、カエルの写真撮りますかって話になっちゃいますからね。もう何言ってんだろう。わかんない。もう時間制限あるから、ちょっと、このゲーム。そんなこと言ってる時間が惜しいよ。ポックル、ラジオ出演、あ、やっぱなんかあったね。あー、抱かれたー。てへぺろ。意外な才能もあったのね。いや、でもなんか貴重なお言葉をいただけましたね。多分次の日になっちゃうともう聞けなくなっちゃうんじゃないかな。ああいうなんか、何気ないイベントみたいなやつは。会話イベントみたいなね。じゃあ、奉納しに行きますか。よし。ポックルは天神石像に叶えたもんを3個奉納したんです。あれれれれれ、ずいぶん頑張ったじゃん。さあ、またやってきましたね。ポックルまた会ったわね。私よ、私、精霊ちゃんよ。今日はね、嬉しいお知らせよ。ポックルの大人の元がたまりにたまっちゃったわけ。そう、鼻垂れポックルから。やっぱこれ。だんだんさ、ただの悪口になってきたんですけど。クソとかついて、クソガキパねえな。クソガキほぼオールじゃないですか。ところでね、天神パピーよ、こんにちは。タオと仲良くできるといいね。ん、なんかタオと仲良くしようぜってこと？っていいのかな？セレちゃんはいつもあなたを見守ってるわ。それじゃあまた会う日まで。おい。おはよう、ポン。わうわう、あ、やっぱタオがない、なんかあるかな、じゃあ。うー、わうわう。ちょっとその前にテレビにさせて。あるかもね。じゃあ、取れそうであれば取ってきますか。ポクル、見てみて。タオがさっきから興奮しちゃって。なんかあったの？昨日さりげなく、おしゃぶり骨を置いておいたから、あ、そう、違うっぽい。タオが吠えているので私も見に行きましたです。何者かがタオの家の前に出現してました。それのこと？
何これ、何 俺はどうしたらいいの、俺何を求めてるの、この子は。近づいてみますか。まあでもキノコ精霊ちゃんが言ってたやつですよね、おそらく。おとなしいようですね。ポックル、この子何か気するかな。ちょっとやってみようか。お手。スター かわいい。かわいいのかな。お利口ですね。そうですね。たおー。伏せ。スター伏せできるんだ。パネーな。頭いいですね。たおー。俺、さっきも見たことある、これ。これ選択するとさ、タオのお家入ってっちゃうんじゃない？ハウス。入ったー！ くつろいでるー！ 小屋に馴染んでますね。そういえば、タオのゲアは見たことないね。できるよね、タオ。できるよね、タオ。タオー。完全にいじけてしまったかな。落ち込んだみたいです。傷ついちゃったのかな。それにしてもこの子どこから来たんだろう。白い巣の方に乗ってたっけ。ジージーさんなら何か知ってるかもね。マッポはパパと同じことしか言わないわね。とにかくこの物体は危険ではありません。お利口ですからね。タオのことを慰めてあげてください。何なんですかね、あれは。本当に謎なんだけど。たおー。なんか求めてるかな？くーくん。やっぱそうか。芸を教えて。覚えたいんだね。頑張ろうぜ、タオ。ワンワン。ワンワン、ワンワンワン。あ、多分、対決しようぜ、的な感じかな？呼んでるよね、明らかに。そこでやる必要ある？ 家の前でよくね？まあ、それだけタオがね、やる気になってるって証拠だよ、あれは。やってやろうじゃないですか。ここの場で。タオが吠えているので見に来ました。タオ、そんなに吠えてどうしたのですか。ほうほう。タオも芸をすると言ってます。ポックル殿がお手本を見せてくれ。屈辱的だろうな、ポックル、これ。ね、この謎コマンド仕様、何この。はい。はい。
はい。オッケー。行こう行こう。それ A と B どっちが先だったか、うっかりだったんだけど。はい。こうだったっけ？あ、間違えた。ちょっと あ、いいのかいいのか、タオができていればいいのか。よかった。俺、マッポくんのこのセリフのさ、やつを飛ばそうと思って A ボタン押しちゃったんで。そしたら、何を教える気だ。はい。ちょっと。あー、間違えた。上だったかもしんない。大丈夫？行こう行こう。スーパードッグですね。爆中できるぞ。やつを超えたな。なんか最後めっちゃ自信なかったんだけど、合ってたのかな？どうなんでしょうね。あれ、案外適当にやってもよかったんじゃね？みたいな。そんな気もするんですけど。やったね、ポックル。爆中ができるよ。やっぱりタオはすごいです。もう覚えたてだからね、もう使いたくなるよね、そういう時って。いやー、でもほんとよかったですね、タオ。そして、まだ時間には余裕があるかなぁ。どうしようかなぁ。もうおしゃぶり骨食べちゃったんだね。そして相変わらず居座ってますよね、ここに。何者なんだろうかって話なんですが。あと、ジギーさんがなんか知ってるんじゃねみたいなことをキャッピーちゃんが言ってたので、来てみたんですが。いるかな？まあ、ついでに一回やってこう、じゃあ。なんもないなぁ。まあ、いなければ、時間的にそろそろね、あれを、回収しようかなと、思うんだけど。もしや、ポックル。何？頭に乗ってた天神バーターどうしたんじゃ？あ！そういえば。天神様は、姿形を変えて成長、あ、ってことは、あれ、なんか、ところでのすけみたいな。伝わるのかな？